アレクサンダー・クロフト賞はカナダ出身の聖公会の宣教師である。1846年、英領カナダのトロントで生まれた。賞家はスコットランドに長く続いた名貴族で後にカナダに移住。祖先はトロントの開発の先駆者として活躍し、父は当時トロントの連隊長であった。同市内には今でも賞通りの名前が残されている。賞は トロントのトリニティコレッジで進学を学び、1867年に学士の学位を取得している。1870年に聖公会の司祭となる。1873年9月25日に WB ライトと共に英国聖公会福音宣布協会の宣教師として派遣され、横浜に着き、慶応義塾の近くの大松寺に5ヶ月間滞在する。1874年には、 福沢諭吉の子供たちが英語を習いに来ていたことで、福沢家の家庭教師として3年間雇われる。そのため、福沢が自宅の隣に小のために洋館を建て、また、慶応義塾の英語教師にも招聘される。英語だけではなく、聖書も教えるようなり、学生たちが信仰を持ち、1875年のクリスマスに尾崎幸男を含めた8人の日本人が、 昭から洗礼を受けている。そのうちの三人は、慶応義塾に学ぶ生徒たちであった。また、昭は、英国講師官付きの牧師に任命され、日本の指導者たちと幅広く、関わりを持った。1876年に、聖パウロ教会を、三戸松本町に設立。1877年には、昭は、福沢諭吉の援助もあって、 現在、西安デレ協会の立つ芝栄町に敷地を購入し、自宅を建設。1879年6月4日に、西安デレ協会が完成する。また、協会の敷地内に聖教社人学校を設立して、日本人の教職者の育成に力を注いだ。今井久指導はその文化生である。1885年頃、 理由待を患っていた章はたまたま訪れた長野県、軽井沢に魅了され、生涯の避暑地にする。また、軽井沢にも、教会を設立する。これ以降、軽井沢が外国人の間で有名になる。1902年、東京で死去する。現在、青山霊園に墓所がある。章は、章と転記されるのが、一般的であるが、軽井沢町においては、 アレキサンダークロフト賞の表記を採用している。3月12日没は間違い。https://www.kei-up.co.jp/.mit-a/.r-shis-eki-s-0908-91html 守る部2003年。 141ページ白井1999年82ページ高橋2003年55ページ ABC 西安デレ教会協会のプロフィール西安デレ教会の初代礼拝堂は1888年女イやコンドルにより増築1894年の明治東京地震により倒壊するが翌年にはすぐに木造の聖堂が建てられる 省が亡くなった1902年、今井久志堂が牧師に就任し、同年念願の日本人改修専用の聖堂が完成し、戦災により1944年に消失するまで大聖堂として長く、神徒に親しまれた。スマイロン2007秋号2007年10月20日、財団法人住宅総合研究財団。ありがとうございます。